皆さんこんにちは、しゅうです。しおんです。山下です。はい、ということで前回の動画に続きまして今回も3人で撮っていきたいと思います。今回は何ですか？今回はですね、あのインスタライブを先日しまして、しゅうくんのインスタの方で質問を募集させてもらいまして、うん、その本当にね、たくさんの質問が、はい、そうね、70、80ぐらいやってましたね、うん、それにぜひ答えてみるというのをやろうかなと思ってます。いいんじゃないでしょうか。早速あのたくさんありますんでポンポン答えていきましょうか。はい、はい、あ、もう行く、もう行きましょう。どうぞ。スピード感大事ですからね。なんか体振り、大丈夫ですか？お腹周りの脂肪を減らそうだって言われてるじゃん。なんで俺が飲まなきゃいけないやつ。はい、じゃあということで早速いきたいと思います。まず一つ目ですね、オフの日の過ごし方なんかありますか？オフの日の過ごし方、ひたすら寝る。そうなるよね。オフの日って本当になんかダラダラ過ごすというか、うん、オフだ、オフだもんね。先生はオフがその前の仕事とかがさ、どれぐらいのエネルギー使ったかによる。あ、ほぼ寝てる時もあるし、オフが2日とか続いたらちょっとどっか行ったりぐらいはするけど、しゅうくんだいたい昼過ぎまで寝てるもんね、うん、オフだ。次ですね、今後3人でやることやってみたいことありますか？先生の車パンクさせてみたいな。やめて。すごいやめて。ただの嫌がらせ。やってみたいこと、一人じゃできないスポーツとかやってみたい。ああ、そうですね、3人でできそうな、うん、そうそう、スケートじゃないものでなんかやりたいですね。あんまりやっぱりずっとスケートやってると他のスポーツをテレビとかで見ることはあっても、うん、実際ちょっとボール蹴ってみようとかも、はい、ないですもんね、うん、それをやってみたいなと、はい、なんかみんなでちょっと普段やれないようなことをやりたいですね、うんうん、はい、次、今一番楽しい時間はどんな時ですか？本当最近はほら YouTube とかやったから、それがいろいろ撮ったりとか、それがね新鮮というか、うん、で昨日もほらあの、うん、インスタライブ、それぞれインスタライブっていうのもこういうのあるんだっていう、世の中の変化をね知るのが楽しい。結構5、6年前ぐらいのライブもうすごい過去から来た人みたいになっちゃう。世の中の変化を。Back to the future みたいな。これからのご予定は何かありますか？飯。きっとそういうことじゃないと思う。直近じゃないですか。この後の話じゃないですか。これからとりあえず8年帰るかな。ああ、うん。これも足の治療かな。あ、もう直近の話ね。そうらしいです。はい。多分ね。この2人混ぜると良くないね。そうまともな回答が生まれてこない。あ、でもちょっと真面目なやつ聞きますね。じゃあフィギュアスケートを始めたきっかけは何ですかって。これ俺から行かせてもらっていいですか？うん、俺結構本当に山本先生目の前にして言うのもあれですけど、僕2月生まれなんですよ。うん、1998年の2月生まれて、え、自分の親は山本先生の長野オリンピックを見てやらせたり、うん、え、今作った？作ってない、本当です。本当に？本当ですよ。本当です、本当です。98年2月にオリンピックがあったってこと？そうそうそう、長野オリンピックがあって、うん、でそれ見て、やらせようってなった。へぇー、自分の親はすごいいいと思うよ。浅いな、今なんかこの浅い。今多分この並びを見て、うちの親は喜んでます、きっと。ちなみにお二人は何でですか？俺はね、あれだよ、りょうくんだよ。ああ、うん、釧路か、釧路かもね。りょうくんがいたから、いたからっていうか、その新聞の記事なんですよね、たまたま、うん、でそれを見たおばあちゃんが、週も行けみたいな感じで行かされて、うん、それがきっかけかな。先生は何でですか？俺はね、実はあの暇つぶし。5歳から始めたんだけど、もともとはあのサッカー部入りたかった、
自分が入る予定の小学校のサッカー部の先生に会いに行って、でサッカー部入るからよろしくって言いに行ったら、うちの学校は4年生からじゃないと部活動ができないと言われて、そこでガーンとショック受けて、じゃあ俺今から3年間暇だなと。で暇してたら、まあ、八戸だからスケートリンクがあって、たまたま連れてってもらって滑って、まあ暇だしやってみるかっていう、暇つぶしで4年生になったら辞めるつもりだった。暇つぶしの延長がオリンピック行っちゃったんだ。暇つぶしだった。すげえな、初めて聞いた。初めて聞きましたね、全然知らなかったです。でもスケートが好きでとかなんとかって言ったら、そういうあれじゃないのか、暇つぶし。感じ悪いね、こんなこと言ったら。なんか面白いですね。面白いですし、なんかでもすごい失礼なことかもしれないけど、別になんかすごいスケート好きでやりたくて始めたっていう感じじゃないんだろうなっていうのはなんとなく思ってました、ね、やっぱり全然なんか暇つぶしでっていうのなんか受け入れちゃってるから納得しちゃってる。納得しちゃってる。次ですね、大和先生今後どこに向かいますかって。さっき言ってもらったね、多分直近の予定じゃないですか、ね、今後の目標的なところです。目標ね、まだあの自分で何を今後どうしていくというのはよく分かんないから、はい、まあ、この年になって自分探しの旅。いいですね、面白いね、自分探しの旅って言葉面白くない、うん、便利です、便利です。うまく逃げましたね。自分探しの旅に出かけるそうです。山本先生、最近青森に帰りましたか。帰った帰った、あのビヨンドがあってすぐ帰ったし、ちょちょ帰ってるって住んでるからね。一応今そっちだからね。世界で一番好きな場所はどこですか。その理由も教えてくれたら嬉しい。ニューカレドニアですね。この前言ってましたけど、全国に一番近い島が、絶景で食べ物も美味しいし、おしゃれです。いいね。それを踏まえて何かありますか。なんだかんだで日本が一番いいぞ。日本好きだもん。どこの何が美味しかったですかって、最近食べたものですかね、何か美味しかったものありますか。銀座にある、はいはいはい、銀座宮古寿司っていう、はい、お寿司屋さんあるんだけど。美味しいよね、あそこね。あそこ美味しい。美味しいよね、うん、よく行きます。うん、割と大将と仲いい。あ、そうだよね、うん、大将と仲良かったもんね、仲、うん、いいと。仲いいです、うん、あの今度行きますか。行きましょうか、うん、行きましょう、行きましょう、行きましょう。大将とね、めちゃくちゃ仲いいもんね。そう、ズブズブ、うん、へー、だって血つながってるもんね。うん。はい、ぜひ皆さん宮古寿司行ってください。くじけそうになった時どうしますか。まずくじけない。ああ、強い。ちょっと落ち込むかなぐらいで済むから。先生、この質問をしてくれた人は多分2人ともくじけたことがないからわからないです。あ、でも一個いいのは、くじけそうになったら人のせいにするといいって先生が言ってた。そうです。まあそうだよね。そうですね、うん、確かにそうです。あの、僕結構好きな言葉、戦略的撤退ってあるんですけど、何かあったら、うん、逃げることが大事です。逃げじゃないですか、戦略的に撤退してるだけ。皆さん、朝方ですか夜方ですか。夜方です。私も夜方ですね。俺ね、夜方だったんだけど、年取ったからか朝も割とあるんだよ。先生、朝早いよね。早い。スケートブースのメーカーと靴のこだわりがあれば教えてほしいです。皆さん、どこ入ってますか。これはグラフで、エッジが山市鋼のミヤルっていうやつ、まあ、形はゴールドシールだね、うん、自分は e スポートの RF1 エリートみたいなやつですか、ね、エッジはパターン99のエボリューションのちょっと軽いやつか。そうです、軽いやつでした。これは小杉スケートの昔ながらある革靴、はいはいはい、パターン99の、 あの昔ながらあるやつ、うん、重いのと重いの。重いのと重いの。でもそうね、シュウ君ずっとグラフって言ってたし、うん、この先生もずっと国産ですか。靴はずっと国産で、1回グラフとかリスポートも1回ずつ入ったかな、うん、ジャクソンも1回入ったけど、やっぱりしっくりくんのが日本の性能やつだから、うん、重いのが滑ってる時は別にもうそれで慣れてるからいいんだけど、やっぱり移動の時にね、軽い靴っていいなと思う。この中の自分以外の2人と入れ替わるとしたらどっちを選びますか。俺はね、シオンに入れ替わったら、
まず食費がやばいことたくさん食べちゃいますからね。で週に入れ替わったら足痛そうそうね。俺はいいや、あパスパス。俺も自分がいいな、足痛いのに。うん、だって先生腰痛いじゃん。仕様になるとご飯いっぱい食べちゃういや、すぐお腹すくじゃん。健康的じゃん、すぐお腹すくじゃん。確かに24時間お腹空いてますけど、そうですね。あの、みんな自分が好きということで、次、現役の時食事制限してましたか？いいえ、食事制限はない。あの、ただ飲みすぎないようには気をつけた。飲酒制限、飲酒制限はしてたけど、食事制限はそんなに。まあ、肉食べたら野菜食おうとか、バランスいいのかどうか知らんけど、まあ、肉、肉、野菜、魚、肉、肉みたいな。自分は結構カロリーは気にしてたんですけど、ドーナツとかは食べ過ぎないとか、なんかドーナツ食べるにしても軽いやつを食べるとか。ああ、多分それ意味ない、うん、そういう気持ち、気持ちが大事だ。得意なジャンプはありますか？ループ。そうね、ループ王者もね。アクセル。おお。一番ガラちゃう。それでこの間、足引いてどうなんだ。ジャンプ俺得意じゃないですよ、きっと。そもそもジャンプが得意。先生やっぱトーループじゃない。ただあれ言ってんだよ。もうね、別にトーループに限らず痛いんだよ。得意云々の話じゃなくて、得意とかじゃなく痛いから飛ぶと。お酒は飲んだらお酒に飲まれるタイプですか？気分と体調によるね。それだから飲まれに行くか行かないかみたいなもんですか？自分から行くから。まあそうね、飲まれる時はそういう気分の時ってあるよね。ありますね。でも皆さんお酒強いですからね。練習したもん、あの学生の頃。学生それで強くなるもんなんですか？ならないです。でもね、やっぱりね、練習すると変わるよ。本当ですか？先輩に、はい、全然飲めなかったんだけど、お前酒飲めないと女の子にモテないぞって言われて、それから練習した。だからまあ、それなりに人並みにはいけるよ。そうです。でも、モテたんですか？ダメじゃん。ダメじゃないですか。かなりのマイナス思考なのですが、ネガティブにならないようにするためにはどうしたらいいですか？まあでもこれはやっぱ、一番人生歴の長い先生に答えてもらうのが一番いいんじゃないですか？この答えになるかわからないけど、まあ、とにかくそこに、まあ、きつくても多少きつくてもしがみついてれば風向きが変わる時ってのはあるから、まあ、今大変でも諦めないでそこにとどまっとく、まあ、今進めなくてもなんとか踏みとどまってれば、うん、もう一回チャンスが来たりとか。だからそこでね、なんとか必死でしがみつかないでもう諦めたってポンって落ちちゃったら上がることはできないけど、なんとかその今いる場所で止まってればいいことあるぞっていうふうに全然答えになってない。いや深いなと思いました。その時の今置かれてる状況からのベストを尽くすっていう、うん、あとはまあさっきも言ったけど人のせいにするだよ。まあだからね、それが時に逃げのように見えて、うん、でも大事ですよね。一種の自己防衛だよね。自分を守るためにあんまり、ね、自分に厳しくしすぎても、まあ、それに耐えれるやつっていうのがもう世界選手権とかオリンピックでメダル取るような連中で、大抵の人間はそれでは自分がぶっ壊れちゃうから、いい意味で人のせいにしながら自分のこと大事だし頑張ってください。続きまして、ビヨンドロスになってないですか？シジュンくん何回見に行きましたか？私は5回ぐらいに行きましたね。5回ぐらい行って、シュウ君に毎回行くって連絡してんのに、なんか終わった後に、え、今日いたのって言って、いたよって。ひどいね。ひどい。ひどいね。ひどいよ。ひどいよ。いつ来るんだっけって、もう今午前行ってましたみたいな。もうマッサージ受けてたみたいなさ、なんか、ひどかったね。ロスになってますか？でも、なんだかんだね、皆さんと会う機会もあったり。するのかな、スケートで関わるというか。ちょうどあれですね、インスタでは名古屋組のリラちゃんとかタッカーとかにもお会いしたりしてましたけど、散々毎日会ってたからね、もう一生会えないわけじゃないし、まあ、まだなんかどっかで会うとかで市長みたいな感じだから、なんならね、これが日常だから、ね、うん、ロスっていうわけではないかな。逆にね、見てた側はちょっとロスかもしれないですけど。でも先生、
初インスタライブの感想を教えてくださいと。どうでした？いや、あれはね、やっぱライブはまずいぞよくわからないで参加してたけど、ライブは、これみたいなやつはまずいでしょ。いやいや、そんなことないですけどちょっとお酒が入ってない時の方がいいかもしれないです。6本飲んでる時にライブはまずいかもしれない。まずいね。スキンケア何使ってますか？3人とも肌が光沢みたいで羨ましいです。俺は基本コスメキッチンで揃えてる。ああ、しゅうくんちゃんとこだわってるもんね。あ、あんまこだわりないですね。でも顔パックみたいなのたまに使いますよ。パックって白い仮面みたいなやつ。そうそう、ラファエルみたいな顔パックをラファエルみたいにして初めてなんかされてます。ビオレの水、ビオレの水、ビオレで水そうありましたっけ、ありましたっけ、ビオレで水。シャワー浴びてとか風呂上がったらゲシゲシってやって、あ、洗顔フォームですね。化粧水じゃなくて、あ、化粧水、あ、化粧水。あと肘とかがさ、なんかボロくなるから、ニベアのあのクリーム塗ってとか、そんなもんかな。みんなちゃんとスキンケアしてます。今日はお泊まり会ですかって来てますね。お泊まり会っていうとこう遊んでるみたいじゃん。そうですね、遊んでるか遊びの延長はい、まあ、じゃあ最後ですね、3人でコラボしていただけるのですか、まあ、今してますね。現在進行形で、現在進行形でやってます。はい、まあ、そんな感じでちょっとまたこれからもね、3人でコラボしてやっていける動画も増えたらいいなと思いますんで、ぜひ皆さんお互いのチャンネルを登録していただいて、たくさん見て、たくさんいいねして拡散してください。はい、じゃあ今日先生ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん動画見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サッカー行くか。サッカー行きましょうか。サッカーしよう。見とくわ。怪我してるか。怪我してるか。ああ、できないか。うん、見とくわ。見とけ見とけ見とくわ。じゃあ野球にしよう。野球だったらいけんじゃん。野球いけるよ。キャッチャー専門じゃんじゃん